まあ、経営層、管理職っていうのは、業績だとか、この数字は何だっていうのは、まあ、目が行きやすいんですけれど、それを、こう、結果として出してきているのは、まあ、やっぱり人間。人間に関心を持つっていうのが、まあ、大切かなと。明治時代の創業から100年以上にわたり、ガスや水道などのインフラを支える株式会社山田商会。ガス工事を中心に住宅リフォームから太陽光発電、エネファームまで幅広い領域で事業を展開。直営の工事部隊や直属の協力会社を駆使して自社施工にこだわるほか、社員とその家族がそれぞれのライフステージにおいて多様な働き方を選択できる職場環境を整備。災害時のガスインフラ復旧にも注力しており、ガス水道工事を通じて快適な生活環境を提供するという経営ビジョンのもと、人々の暮らしの当たり前を守る企業として成長を続けている。エネルギーについてのお客様のニーズに応えていきたいと。ガスを基軸としたエネルギーに関するお客様の暮らし周りのサービスを強化していきたいと。愛知発の老舗企業経営者が語るインフラを支える企業の在り方と見据える未来像とは。山田商会の成長を支える要素の一つに自社施工へのこだわりを挙げた山田。この施策に込めた思いに迫った。確かに仕事がない時期に、まあ、固定費を払う必要もないし、仕事を受注できればある程度利益はこれだけ見込めるっていうのは分かりやすいんですけれども、それじゃその下請けっていうところのこう、まあ、経営はじゃあそれでいいのかという根本的な解決になってないということで、私はそういう構造がちょっと嫌だなと思って、まあ、今まで引き継いできたこのスタイルをこれからも続けていこうと。やっぱり我々が仕事を続けていられるのも現場の職人さんたちのおかげだよねっていう声も自然に出てきますし、そうすると一生懸命営業とか、そっちの方の社員さんは頑張って仕事を取ってこようという気持ちもなりますし、反対に現場の人たちは、そういった仕事を取ってきてくれたことに対して応えようという、まあ、いい循環が生まれると。山田商会を牽引する山田のキャリアスタートは東京の同業会社への出向だった。主にガス工事の設計や見積もり作成業務に従事していたが、想定外に苦労をしたと振り返る。社会人になって知識技術は自分で身につけれたとしても、やっぱり実際仕事を進めていく上ではいろんな人のこう協力とか調整っていうのが必要になってきて、コミュニケーションを取るのが苦労しました。年代の違う方がやっぱり幅広くいらっしゃった。設計の基準書とか読めば見積もりはできるんですけれども、じゃあ実際の現場を見るとこうどう通したらいいかとか、そういった打ち合わせっていうのは結構苦労しました。その後山田商会に戻りキャリアを積んでいった山田。同社はガスインフラを扱う企業としてライフラインを守るという使命感から、震災や洪水といった災害時の復旧活動に創業以来注力してきた。山田自身も復旧現場の最前線に向かうことがあったという。その中で意識したことについて次のように語る。東日本の時は行きました。震度6の余震があって、あ、こういう中で皆さん苦労されてんだなと思います。どういうところで仕事してるのかなとか、実際に目で確認してどんなことで困ってるかな。基本はやっぱり自分たちで手を挙げてもらって行ってもらうんですけど、まあ、これずっと偏った人ばかりですとこう経験とか技能が継承されませんので、ある程度ベテランと、真ん中ぐらいと若手ということをですね、結構まんべんなく行ってもらえるようにってことは考えてます。人もこう交代させてあげないと疲労もたまります。こう物資も送ってあげたりとかしてましたね。やっぱりこっちからこう不慣れな土地に行くメンバーとしても、やっぱりそういったこう、まあ、心のケアっていうかが必要なんですよね。そして2020年に代表取締役社長へ就任。
かねてから施設による工事量の反感の差に課題を感じていた山田が就任時から取り組んでいることとは。忙しくない時にまたちょっと違う仕事ができるようにということで、多能工、まあ、いろんなことができるような工事ができるようにこう持っていきたいということを、まあ、かねてから進めてるんですけれども、例えばガス工事っていうのがありますと、ガス工事と、まあ、似たようなこうところをこう配管していく工事なんかもあるわけですね。例えば給排水設備とか給水排水、あとは、まあ、お湯周りの管工事とか、まあ、これをね同時に施工するっていうのもこう効率化の一つかもしれないんですけれども、ある時はこれ、ある時はこうお水、ある時は、排水とか、ある時は、床暖房を設置しますとか、そういったいろんなこう種類の工事をこう、まあ、いつでもできる。近年ではエネルギー分野など新たな領域へも挑戦している山田商会。この挑戦を結実させるために山田が心がけていることとは。まあ、基本的には言われた通りのことをきちんと全うするっていうのがまあ大切なんですけれど、まあ、これからやっぱりお客様が求めていることっていうのもまたいろいろ変わってくるので、自分からこう考え出して手を動かして、まあ、今までにない経験を社員のみんなにもしてもらわなきゃいけないので、一緒になってやっぱり取り組むっていうことが大事かなと思ってまして。山田商会の特徴についてコミュニケーションが活発なことを挙げた山田。その情勢を目的としたイベントが社員旅行だ。この取り組みの真意について次のように語る。ここ最近は行けてないですけれども、結構 60% ぐらいの人は参加してくれてると思います。どちらかというと社員旅行とかをこう今までなくす会社さんが多かったと思いますけれども、まあうちは継続してやるんだと、歴代の経営者が、はい、続けてきましたので、まあ、私もそれを継続して、やっぱり社員が600人となりますと結構顔も名前も知らないっていう人もいたりするんですね。社員旅行で当然顔を合わせてコミュニケーション、その横のつながりも作れるし、普段一緒に働いてるこう部署の人たちとも、まあこういった大人数でどっか行くっていうことはなかなか機会としてないと思いますので、縦のコミュニケーションもできるかなと。多様な社員が集まる組織は新しい発想が生まれやすいという、ダイバーシティにおける考え方から生まれた制度の一つが、出産、育児、介護などやむを得ない事情により退職した方に対して再雇用の機会を与える制度だ。どのような経緯で生まれた制度なのか。ジョブリターン制度とかケアに関する仕組みはどちらかというと自分たちで考え出した独特な仕組みで、もともと女性たちが話し合って作った制度で、ジョブリターン制度もほとんどみんな、結婚して退職することがもうほとんどだったんですけれども、もう 今では逆で、結婚して退職する人、それから、出産を迎えるっていう人で退職する人はもうほとんどいないです。家族あっての会社っていうのはあります。山田が見据える山田商会の未来像とは。エネルギーについてのお客様のニーズに応えていきたい。エネルギー源でいうとガスもあれば電気もあるし、あとそのガスエネルギーも今までの大手の事業者さんから買うっていう仕組みだけじゃなくて、自分たちで発電するってことも最近は増えてきてるし、まずはそのガスを基軸としたエネルギーに関するお客様の暮らし周りのサービスを強化していきたいと思ってます。で、さらにお客様の暮らしっていう点で言うと、建設業としては、まあ、設備の業種としては、あとは水道、お水回りで、それは我々の強みですので、もう少し水道というものに取り組んでいきたい。今は性別とか、あとは年齢層の多様性っていうのはまあ、だいぶ進んできてるんですけども、技能実習生ですとか外国人の方ももっとこう増えるといいなと思ってまして、いろんな文化、現地の言葉を
こう学んだりとか、今度はこう国籍とかそういったことの多様性を図っていきたいなと。求める人材像について山田は次のように語る。もう一つ先のこう挑戦にも取り組んでみるというか、関心を持ってくれる、あるいはこう多様性を図っている中でいろんなこうお客様一つとってもいろんな方がいらっしゃって、社員もいろんな人がいて、まあ、一旦はそういった多様な価値観を受け入れられる人で、そこに自分の意見を持ってこうしてみようかなっていうことをまあ発信してくれる人、そんな人と一緒に仕事したい。数字を追うのではなく人を追う、松下幸之助ですね、はい、経営の神様と言われた、もう終始人間を大切にされたと伺ってますけれども、まあ経営層管理職っていうのは業績だとかこの数字は何だっていうのはまあ目が行きやすいんですけれど、それをこう結果として出してきているのはまあやっぱり人間ってことで、その人はまあどういう人かなとか、まあいろいろ危機感を共有しようとか、そういうこう仕組みってどういうふうなものが作れるかなっていう前に、まあすぐそばにいる人、社員の仲間が一体どういう家族構成の人なのかなとか、どういう趣味でどういうものが好きでとか、そういったこう人間に関心を持つっていうのが、まあ大切かなと思ってます。